近買った7つのもの、これをご紹介させていただきたいと思います。これもうね、2個目です。実は電気バリブラシの新しいタイプなんです。皆さんこんにちは、君島十和子です。今日はですね、最近買った7つのもの、これをご紹介させていただきたいと思います。それでは早速1つ目なんですけれども、こちらです。じゃん、リーディンググラス。はい、こちらダブルアイスさんというところのリーディンググラスなんですけども、まあはっきり言って、まあ老眼鏡って言っていいんですかね。あの、例えばインスタライブとか YouTube ライブをするときに、製品のご紹介をするときに、やっぱり正直口紅とか読めないんですよ。で、今まで実はこちらを使ってたんですけども、あの、結構ね、ここがベルベットの感じでちょっとね、汚れてきちゃったというか年季が入ってきちゃったので、同じ色を買おうって思ったら、やっぱりあの、売り切れてしまいまして、で、ちょっと激しめのピンクを買ったんですけれども、実はこれ買ってみたら、なんかね、ノーメイクの時とかでもこれをかけるとパッて顔が明るく見えて、なんかね、ノーメイク感を薄めてくれるそんな感じがするので、すごい便利です。で、なんか、まあ、こういうものをかけてる時ってちょっとね、なんかこう嫌じゃないですか、なんかこう老眼鏡みたいなのって。だけどこういう色だったり、まあ、こういう色だったりするとちょっとこう明るい気持ちになるし、まあ、そういう意味でもなんか外でかけてもこう年齢を感じさせないかなと思って、このダブルアイスさんのリーディンググラスはおすすめです。そして2番目なんですけれども、じゃん、こちらです。これはマルゼンさんというね、まあ、本屋さんというか文房具屋さんで買ったんですけども、何かと言いますと、そう、あの iPhone の、まあ、コード、あの充電コード、こういったものとかをこうくくってこうまとめておくものなんですよ、キュッと。でもここがアヒルちゃんだったりして可愛いので、例えばこうですね、こういうのをくるくるくるって、これどうしてもこのまんまだともうバラバラになっちゃうじゃないですか。なのでこれをこういう風にして、こうやって、でこんな感じでパチンとこうまとめられるので、バッグの中とかでもすごいちゃんと収まってくれる、こういう、あの、なんていうんだろう、これピンクリップシリコンだそうです。はい、これおすすめです。はい、次はこちら。これはですね、エルメスなんですけども、買ったものというかもらったものですね、これ。はい、こちら、あの、最近あのすごく皆さん流行ってると思うんですけども、小型のお財布、私持ってなかったので初めてこの長財布ではなくて小型のカードと小銭入れがついた、これをプレゼントしていただきました。なので、一粒万倍日の虎の日というのが、この2022年にはありますので、ぜひその日から使っていこうかなと思っています。そして次はですね、こちらなんです。クリスチャンディオールのメゾンクリスチャンディオールラッキーボディクリームっていうものなんです。以前あのこの香りが好きだよっていう話はしたかもしれないんですけども、私実はアルコールをつけると肌が真っ赤になっちゃうんですよ。なので香水でラッキーの香りが好きなんですけども、直接肌につけたりはできなくって、どうしてもこうお洋服とかにつけてたんですけども、やっぱりつけられないお洋服とかもありますので、これはそのラッキーの香水と同じ香りがするボディクリームなので、そんなにこうたくさん香らせたくなくって、自分だけその香りを楽しみたいななんて思う時にはこれを愛用しています。はい、これもうね、2個目です。実は、はい、ラッキーでした。そして続きまして、じゃじゃーん、
とう購入してしまいました。そう、皆さんご存知ですか、これ。そうなんですよ、あの電気バリブラシ買ってしまいました。じゃん。ずっとね、どうしようかなどうしようかなって悩んでたんですけれども、買ってこなかったんですよ、本当は。どうなのって。でもあまりにもみんながもう携帯と電気バリブラシ持ってないと話の輪に入れないわぐらいな感じで皆さん持ってたので、新しいのが出たって言ったら、やっぱりね、実はあのインスタの方でもご紹介してたんですけども、私が伊勢丹でどうしても欲しいものがあってっていう、あの時に欲しかったのがこちらの電気バリブラシの新しいタイプなんです。今まではこのお顔のものだけだったんですけど、このボディのものがついてるっていうのがすごく魅力的でしたし、お値段はそんなに変わらないんですけれども、やっぱり新しい方がいろいろと改良されてるなんて聞いたので、1個目を使っていない私としましては、もう発売日次の日ぐらいかなに行ってしまいました。ちょっと聞いたんですけども、この電気バリブラシ伊勢丹の社員さんも買ったって、それも一人とかじゃないって聞いたんですよね。でもそれぐらい人気って分かります。こちらなんです。じゃん。これもね、ちょっとね、すっごい悩んだんですけども、これ知ってますかね。はい、ディオールさんのこれなんです。皆さん分かりますか、これなんだか。ネックレスにしちゃってことですよね。そう、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これ実はこうやって首にかけます。で、首にかけて、なんとここの金具にですね、このエアポッツをこうやって入れることができるんです。ほら、こんな風にこうです。そうするとこのエアポッツがこう街中とかで歩いてた時にポロッて落ちて、例えば駅のホームとかで落としちゃったりとか、そういうことがないっていうことと、まあちょっとこう、まあ、ネックレス風っていうのもあれですけども、こうやってなくさずにいられるっていうね。これね、本当最初見た時はどうしようかなって思ったんですけど、でも、もう絶対に落としたくないって思ってて、家の中だけでエアポッツ使ってたんですけども、やっぱり外で使いたい時もありますよね。その時に見つけた優れものなので、これはね、本当に便利に使ってます。最後に買ったもの、こちらです。こちらはセルフォードさんのブラウスなんですけども、ちょっとね、年齢的にちょっと甘い感じかなと思ったんですけど、この水色の感じと後ろのこの折りボン、この後ろの折りボン、これがすごく可愛かったですし、このお袖がふんわりしてるので、この辺のちょっとね、あんまり出したくないところが綺麗に隠れるので、このブラウス購入しました。ということで、今日は私が最近買ったおすすめのもの、これをご紹介させていただきました。皆さんも気になるものがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね。君島十和子でした。